知事を訪問したのはサッカー J1 サガン鳥栖を運営するサガンドリームスの福岡淳二郎社長と永井孝之強化部長です。県サッカー協会の会長も務める福岡社長は今月5日に開かれた臨時株主総会で社長に就任しました。今年度およそ10億円の赤字となる見通しのサガンドリームス、取締役に県の幹部も就任し、チームと県が連携を取りながら経営再建に臨みます。今までちょっとチームと県民の皆さんに愛されるようにですね、私たちも運営とか経営の方の透明化を図りながら、より一層サポートしていただける、チーム作りを目指していきたいと思っています。サガン鳥栖は今月27日、アウェーで湘南ベルマーレとの開幕戦に臨みます。